はい、34年目やります。ポルトに勝利したとこからね。2月の頭に試合したから、留学先追加は確実のはずだよ。ヤフー、余裕で勝てたよ。うん、楽な試合だったね。圧勝だったな、ようやくこれで。うむ、年始に姉妹都市の打診イベントが起こるだろうね。いやしかし、マジでようやくだな。もっと早く欲しかったぜ。攻守の意欲を上げるために、ボロ1をポルトに送るのも検討してるもんね。ふふ、幸先のいいスタートだぜ。Jリーグ、そんじゃ34年目のメンツ紹介ね。グラフは少し縮んだかな。三上と源が抜けたからだろう。大きな戦力だったからね。オフ、感謝したねんよ。また足のライバルよ。いいな、早く俺も出てな。お前も出したいんだけど、なかなか個人技練習に着手できなくてな。もしかしたら万世タイプかもね。俺最近ずっとスタミナ強化ばっかりやってるぞ。ドリブルも練習させろってばよ。うむ、まあ気長に待て。来年くらいからリーグにも出すからさ。焦るなポロ1、今は気泡積む時期だからね。ヤフー、待ってるよポロ1。ぜ、すげえ暇だぜ。っていうか、センターバック足りなくなってきたな。森岡と森崎、そろそろ年齢がやばいよね。二人くらい補強したいな。あとフォワードとキーパーもね。今年こそスカウトに働いてもらわなきゃな。ザワ予告、あるといいな。あ、ジードとか猫、年末に留学ね。出せそうなら試合に出していくよ。よし、そんじゃ進めていこう。ダイジェストを。うお、いきなり光プレイからかよ。ピアジオか？すげえ、ドリブルで中央突破かよ。ふふ、これくらいはできるさ。ヤフー、ピアジオシャスだよ。めっちゃくるくる回ってたよ。うむ、最後のシュートフェイントも、実際にロビーがやりそうなプレイだもんな。ピアジオ半端ないって、マジ半端ないって。相手ディフェンダーめっちゃ手玉に取るもん。そんなんで気によく。ありがとう二人とも。ピアジオ専用の光プレイとかあったら、かなり面白いんだけどね。まあさすがにそれは容量的に無理か。お、国内いいね。萩原か奥村をなしゃす。うん、強力なセンターバックが欲しいね。キーパーも欲しいよ。なんだろう、なんか嫌な予感がするんだけど。え、なんでよ。お前はエディットだから、クビにはならないぞ。あ、むむ、あの19歳、怪盗じゃないか。ほんとだ、前にうちに在籍してたよ。アイス世界レベルよ。か、怪盗って、確かよ。うむ、お前と同じポジションだな。しかも格上だな。まあもちろん、取りますよ、取る。取るのかよ、ふざけんな。そりゃ取るだろ、滅殺強いんだし。左ウィングで起用するのも面白そうだしな。む、なるほど、それは名案だ。まあ半年も年だからね、それもありかもね。てか金足りなかったぞ、なんだこいつ、大物すぎわろた。まあ実際大物だからな。あ、取れたね、よかったよかった。そのうちラゴスに飛ばして、マジで左ウィングをやってもらうつもりさ。む、ラゴス V、いつか取ってみたいぜ。なかなか面白そうだからね。まあ今回は年齢でスルーね。惜しいなラモス、カレー食ってるイメージだぜ。また足もカレーのイメージよ。カレーのイメージはロタ。後半の、これまた光プレイだろ。絶対光るだろ。絶好の得点チャンス。すげえ、アウトサイドで曲げたぞ。あれ、ピアジオ左利きかよ。いや、右利きさ。逆足であの精度はやりすぎだろ。しかもドライブだったよなあれ。やりすぎだろ。ふふ、プレイスキックはお手のものさ。ピアジオ半端ないって、マジ半端ないって。壁なんて関係なしにぶち込むもん。そんなんで気によく。ありがとう二人とも。いつかベッカムの光プレイも見てみたいね。あの蹴り方だったりするのかな。まあさすがにそれは無理か。む、ガチャだ、国内だね。はちょ、この雄たけびは、まさか。な、なんだよこれ、わけわかんねえ。なんだこの演出は。うほ、めっちゃオラついてるよ。楽しくなってきたよ。っていうか、もう誰が来たか丸わかりだろ。絶対あいつだろ。うほーにゃっぱお前かタツナミ。知ってるぞ、こいつ確か、FP だろ。なるほど、これは大当たりだね。世界レベルの猛者よ、仲間よ。これは素晴らしいガチャだね。あ、海外も見ておこうね。む、外れだったか。ジョーマー。た、楽しそうだな君たち。ホルムバーグ。ホルムバーグ。流行ってるのかいそれ。ふむ、悪ふざけはこれくらいにして、ちゃんと立浪を取ろうね。取りますよ、取る。君たち、息ぴったりだね。さて、確かに億くらいで足りたような記憶。2億ポッキリでどうよ。よっしゃ、立浪ゲット。うっぷ主のお気に入りだね。ちょうどポルトもゲットできそうだし、マジでいいタイミングだね。
ヒデはまた今度ね、年齢が微妙だからね。てかトップ下は間に合ってるからね。いやー、サカツク楽しいわー。はい、ファースト優勝ね。やっぱ三上がいないから、失点増えてるね。ふむー、キーパーが穴になってるなー。もっかい三上、来ないかなー。まあキーパーに外国籍枠を使えない状況だからね。うん、そうなのよねー。楢崎やる気が釣れたら、助かるんだけどなー。惜しい、めっちゃ惜しいわ。どちらも10代なら完璧だったのに。うちのフォワード、ガンジャ以外は高齢化が進んでるからなー。うむ、早めになんとかしないとな。このままだと、ピアジを前に出すことになりそうだぜ。お久しぶりっすオーナー、またよろしくお願いします。うんうん、エルミナージュでは世話になったな。またよろしくね。よろしくな、立浪。ヤフー、狙っています。よろしくよー。よろしく立浪、君とは仲良くやれそうだよ。皆さんよろしくっす、仲良くしてくだちぃ。背番号は9にしておくか。ふむ、来年くらいに留学かなー。はい、ボロ1のスタミナがストップ。このコメントで止まるってことは、A 以上が確定だね。なるほど、スタミナは優秀、と、ふむふむ。走ることに関しては一流だぜ、へへ、む、素晴らしいですな、これは頼もしい。よし、そんじゃコメ返しやります。誰か呼んでー。ボロ1の尊大な物言いが帰ってきたわら、そしてベッカムをスルーからの G 項末判断固定スカウト雇っているとはいえお見事ですね。ジードサッカーおめでとうございます。そして森崎と森崎を入れ替える準備も万端で鉄壁の布陣になりましたね。ジード選手の獲得本当におめでとうございます。ジード選手も統率力が SS なのでキャプテンに向いてます。連携タイプも萩原タイプですのでトップ下にふさわしいのが本当にいいですね。ボロ1の光プレイはドリブルで光ってほしいです。ジーコ獲得おめ。ジーコは早熟だったはずなので活動期間は短いかもだけどめちゃくちゃ強いのでピアジオと共存がうまくいけばオフェンシブハーフはしばらく困らないね。うんうん、やっぱジードは超大物みたいだね。皆さん食いつきがいいもの。てかミシェルのシュート A もそうだけど、ジードのシュート B もおかしいよね。どちらもセリエ A で得点を争いしてたのに。ジード楽しみですね。序盤のエディット連携はバグの一種で通常特殊エディットに限らず同じ連携タイプだとその選手が連携を引き継ぐことがあるようですね。これ、かなり気になる内容でした。初代カオルコの萩原タイプを、後の柿崎、ボロ1が受け継いでるってことだよね。素晴らしいバグだ。2000には三上が強すぎるんですよね。連携も最高ですし。自分は割と外国人か楢崎使ってました。メランドとか、懐かしい。そうなのよねー。三上が便利すぎてねー。仕方なく辰正や矢村を使うこともあるけど、結局三上が一番優秀なのよねー。早くまた転生しないかなー。そろそろ BGM 終わりますよー。む、ならば締めよう。皆さんコメントありがとうございました。ありがとうございました。さて、セカンドとグレートクラブカップか。今回はどこまで進めるかなー。あ、予選は1位突破したよ。本当は2位抜けが良かったけど、まあ仕方ないね。さてさて、1回戦はどこかな？む、ブエノスアイレスか。いわゆるリバープレートってやつだね。かなりの強敵だが、果たして。あたりは真っ暗ですが、ふむ、やっぱ強いね。さすがリーベルだぜ。絶好調のパサーヤがいるね。それとピナストでステファンも手強いな。キーパーのゴルコチェアも GP 級だし、これは苦戦しそうだな。今日は全世界注目の一戦、はい、うちのグラフね。ほぼ全員のコンディション調整を済ませてるから、まあいい勝負ができると思うよ。キーパーの清水だけが不安要素だけどね。かなりいい状態で挑めるね。うん、期待してくれ。ヤフー、また足絶好調よー。いいなー、俺も出てーなー。我々は出番なしですな、ボロ1さん。お前ら二人はまだ早いからな。まずは留学を経験してからだね。あ、連携も見ておこう。だいぶ繋がってきたはず。うん、ガンジャ以外はまずまずだね。これならそこそこ戦えるだろう。よし、そんじゃ行ってこいお前ら。1回戦をサクッと突破だ。グレートクラブカップ決勝トーナメントが今始まりました。前半9分、ボールはブエノスアイレス。この辺で流れをつかみたいところです。ブエノスアイレス、いいプレイだ。出た、詰めている、決まってしまった。追いかける展開か。先制ゴール。ティグレ、ここからどういった展開を見せるんでしょうか。どう攻めるんでしょうか。ディナス、インターセプト。落ち着いてさばきます。右にはたきます。思い切ってシュート、決まりました。あれ、やばくないかこれ。後半13分、むむ、これ光るだろ、絶対光るだろ。ブエノスアイレス、
ディフェンダーに大きな声で指示を送っています。あれを止めるのか。あのキーパー半端ないよ。これは決まって欲しかったな。そろそろ時間がやばいからな。戦術を変えてきました。カウンターを中心でいく戦術のようです。さあどう出る。あーっとインターセプト。隙を突かれました。ティグレ、ディフェンスが薄い。ここはチャンスです。入った。よしよし、ナイスだピアジオ。これでまだわからなくなったぞ。それではもう一度見てみましょう。ピアジオ、難なく決めました。余分な…はぁ、え、終わっちまうの。すまないよな、勝てなかったよ。また足並みもできなかったよ。一回戦で終わりかよ。これはひどい。やっぱキーパーがまずいのかな。これはマジでひどいな。はい、セカンド優勝ね。てか失点やばいね。あのキーパーなんとかしようよーな。うん、明らかにウィークポイントだね。早く補強しなきゃね。リストに上がんないんだってばよ。まあとにかく得点ランキング見ようよー。む、どれどれ。お、メラが38ゴールで得点王。てか3トップが上位を占めてるね。やふー、今年も得点王よー。また足すごいよー。ふふ、おめでとうメラ。てかガンジャ対戦もすげーな。バッチリ結果出してるぜ。うちのフォワード、めっちゃ優秀ですねー。うむ、J では無双が続いてるな。だが肝心のグレートクラブカップがな。あのキーパーでは難しいことが分かったんだ。それも収穫さ。ふむ、それもそうか。あ、評価点ランキングトップはピアジオ。よし、ようやくミクリアを抜いて単独トップだ。これは嬉しいね。ピアジオ半端ないって、マジ半端ないって。怪物ミクリアを抜いてトップだもん。そんなんで品よ普通。あ、ありがとう二人とも。めっちゃ微妙な反応ですね。ふむ、ガンジャも入ってるな。まだまだ上がってくる予感。外国籍枠は優秀なのよね。早く国内選手を補強しなきゃな。そんじゃ留学ね。ジードをベオグラードに飛ばすよ。ふむ、僕と同じベオグラードか。異国が楽しみだね。ジード行ってらっしゃいよ。いいな、俺も早く留学行きてえな。僕は来年ですね。楽しみだな。続いて金子、彼はラゴスね。ドリブルとフィジカルを伸ばしたいからね。やふー、私も昔行ったよラゴス。俺もラゴスになるのかな。うん、いい可能性は高いだろうね。よし、今年はこれで終了。来年は立浪ね。そんで再来年はボロ1とか移動。うん、留学サイクルは決まったね。あ、世界ランク見ておこうね。ボロ1と立浪以外は入ってるはずだ。お、ピアジオ1位じゃん。それとミシェルよ、元気でやってるようだな。懐かしいね、僕と入れ替わりで去っていったんだっけ。ミシェルと話したこと、ほとんどなかったよー。ふーん、強かったのかいそいつ。うむ、世界屈指の猛者だったぞ。下手するとジードよりも強いぞ。よくそんな猛者を獲得できましたねー。まったくだぜ。もう二度と取れないだろうな。フォワード部門も見ようよー。む、どれどれ。お、ガンジャ1位、メラは2位だね。そしてサントスが3位、と。おかしいよー、私得点王だったのに。なんでガンジャの方が上よー。てかうちの3トップやべえな。ワンツースリーフィニッシュかよ。なぜ1回戦で敗れたんでしょうねー。わかんねえ。前線のタレントは揃ってたんだけどな。ディフェンダー部門はどうなってるのかな。む、どれどれ。すげえ、日本人が4人も上位にランクインだぞ。いつかここにボロ1も入るんだろうか。まあ任しとけってがはは、大器晩成だからながはは。僕もそう思うよ、ボロ1のポテンシャル、かなり高いんじゃないかな。やふー、私もそう睨んでるよー。ふむ、ノーマルエディットでサイドバック、初めての試みだからな。どうなるのか楽しみだぜ。あ、清水5位に入ってる、なんでや、なぜかぶっぽんよりも上の評価ですねー。わけわかんねえ、まあとにかく、年末年始イベントと行こうか。国内では無双なのにな。肝心のグレートクラブカップが、まさかの1回戦敗退ですもんね。うん、次の大会にはお前の力も必要になるだろうな。もしかしたらボランチで起用するかもだが、まあ期待してるぞ。まあ任しとけってがはは、俺の力も必要だろがはは。うむ、ボロ1は4年後の年末に帰国だろうから、多分出れないぞ。なんだよつまんねえな、世界中のどぎも抜いてやるのにな。焦るなボロ1、君の才能は本物なのだから。うへへ、ピアジオのお墨付きだぜうへへ。お、トピックだ。多分ポルトの件だ。はぁ、なぜかボゴタに変わってるな。これは一体。いやいや、2月の頭にポルトと試合して勝ったよね。なんでボゴタが出てくんの。てかボゴタと試合してないはずなんだけど。これはバグとしか言いようがないな。ふざけんなってばよ。これはひどいな。立浪の留学先が、どうやらダメになったようですね。ポルト
ボルト。やふー、今回はここで終わりよ。皆さんご視聴ありがとうございました。じゃあのー。